では続きまして、こちらアンキューさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。僕が現世で欲しいチート能力は水や砂、土や石を純金に変化する能力です。これは欲しいよ。みんなうなずいてるもん。これ最高じゃん。みんなうなずいてるもん。なんて欲にまみれたチート能力。身の回りにある簡単な物質を純金に変えられる力があれば、現代では働かずとも遊んで暮らせる富を得られることでしょう。歴史では金を作れる力と称して錬金術という名の詐欺が横行したようですね。そうなんだそうなんだそうなんだ、そういえばこの広い宇宙には質量の3分の1がダイヤモンドで構成された夢のような星、カニ座55番星 E というとんでもない星があるそうですよ。待って、アンキューさん何者なの？どこから発信してくれてたの？どこから発信してくれたんだこの人。いやー、金に変えれる能力あったらね。うん、でもさ、金ってなんだろう、少ないから価値が高いであって、なんかそんな増やしちゃったら価値下がるんじゃない？あ、なるほど、逆にね、うん、もうそんなにこう、深い話ですよ、それは。確かに希少だからこそ価値がみたいなことだよね。そうそうそう、いつでも出せちゃったら、あ、もうあいつに頼みは金出るわみたいな。いやでもなんかそれ言われたくない。なんか私もこの人金出せるって言ってあがめたつられ、たつまられたいのね。すごいジャラジャラしたい。もう手のひらでこうやって、なんかあーあーみたいな。そうギリギリのやつ。あーって言って、なんで友達になってくれねえんだよ。金出してね。ねえみたいな感じ。すごいリアルな話って言われてるなこれ。うん、文字通りの金づるとか言われてた。そうですね。まあまあまあ、でもね、こうやって夢があるというか、まあ、逆にこうやってこうちょっとかなり欲望にまみれてましたけども、こうね、普段人に言えない欲とかもここ出せちゃいましたからね。そうね、はいはいはい、ありがとうございます。はい、ということでね、たくさんお便り送っていただいてありがとうございました。